バーベキューするとき使いますよね。じゃあこれ名言の匂いが。今もう一回言おうか。え、なんですよ。はい、では今日のテーマなんですけども、広告費はいくら払えばいいのかっていうのをテーマにお話ししていきます。やっぱりですね、はい、治療家さんみんな悩んでると思うんですよね、うん、どんだけ俺広告費つぎ込んだらいいんだろうとか、はい、いやお金ないしとか、あってもどんだけみたいなのがね、わからない部分があると思うので、うん、指標がですよね、はい、わからない。その指標を今日は具体的にですね、はい、お話していきたいと思うんですけども、まずですね、一般論、うんうんうん、一般的に言われてるのは売上の 10% 払ったらいいよっていうことを言われてるんですね。なるほど、100万売上高かったら10万円。そう、なるほど、ってな感じなんですけども、はい、でも、ね、多くの方が今の現状の 10% っていう感じで考えるんですね、はいはい、じゃあ50万だったら5万やんみたいな。50万やったら5万やん、はいはいはい、でも目標額でいくらなのなんですね。ああ、そういうことですね。そう、だから 10% って僕の場合は目標金額の 10% をかけていくんですよ。なるほど。今あなたが50万だろうが100万だろうが関係なくね、はいはい、だから僕自身もやり始めの時、売り上げが100万とかない時でもガン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 広告費かけて、なるほどなるほど、もう来たやつ全部広告費みたいな感じでやっていく。なので目標、まあ動画見てる人は100万とかが多いのかなと思うんで、そうですね、100万だったら10万の広告費をかけましょうよなんですね、はい、なるほど。これを早く早くマインドセットしてバンバンかけていくって感じです。はあはあはあ、まあ、それがこの次のスピード感に伝わってくる、繋がってくるんですけど、次10万のね広告費を1ヶ月かけてするのか、うん、1週間かけてするのか、ここも考えどころなんですよ。ああ、なるほど、1ヶ月で10万使うのか、うん、そう、1週間で10万使うのか、そう、そこって何の違いがあるんですか。これってね、結局のところかけた分来るようにちゃんと費用対効果を見てやっていたら、うん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 、やりまくった方がいいじゃないですか、はい、時間をねできるだけかけないでほしいんですね、スピード感。なので1週間で10万、はい、1ヶ月で10万、はい、結局のところで来る人数がまあ1人集めるの、1万だとしたら10人来るわけじゃないですか。はい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 、はい、じゃあこれどっちの方がいいのって話になってくるんですね。絶対こっちの方が良くないですか。絶対の方がいいです、絶対こっちの方がいいですよね。じゃあこっちでやればいいんじゃないのって思うんですよ、うんうんうん、だからどんだけ早く広告を使って人を呼ぶか、はい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 、そこからリターンを得たらまたそれをつぎ込んでいくんで、結局のところね、自分で広告費払ってないんですよ。うーん、結局10万払いました、でも来た人がお金返してくれますみたいな。だから自分の元に来る方が僕のところに来たいがためにお金を払ってるみたいな。なるほど、そう、だから広告費を出すとなんかなくなっていくみたいな、水に切ってる感じしますよね。そうですそうです、違うんですよ、来る人が払ってくれるんで自分は元でなしで払ってるんですね。なるほど、でも先出ししてて、まあ、帰ってくるみたいな。でもその帰ってくるのがですよ、10人来たら10万円じゃないわけじゃないですか、はい、まあ30万とか返ってくるわけですよ、はい、よくないですか。いいですね。じゃあ残りの20万どうするのか、また広告費につぎ込んでいくんですね、うんうんうん、なのでバーってやっていくと、1ヶ月10万かけている人と1週間10万でやっていく人だったら、これ4回やったらね、わかります。この人が4ヶ月かけてやることを1ヶ月で、そう、こっちからやったら1ヶ月でやるんですよ。なるほど、このスピード感、これわかるかな、まあ、伝わってる、伝わってます。結局あれですよね、広告費を出さないとアクセス量が取れない、だから本番上が取れない。そうなんですよ、ということは LINE 少ない、売上少ない、はい、だから頭でどんだけアクセス数を稼ぐために広告払えてますかっていう、うん、そうなんですよ、ことってことですね。そうです、だからそこをね、下げていきたい、それはわかる、うんうんうん、やっぱり広告の単価を下げていくのは絶対にしないといけない。絶対そうですよね。でも最初はですね、だからもう広告費って着火剤なんですよ。ほう、バーベキューするとき着火剤使いますよね。じゃあこれ名言の匂いが。今もう一回言おうか。着火剤なんですよ。着火剤使うんだったらめっちゃ時間かかるじゃないですか。はいはいはい、はい、でも着火剤使ったら一瞬ですよね、はい、だから広告費って着火剤なんですね。なるほど、これ着火剤ですよ。これは来た、これこれを着火のカーヒーかな、はい、いや、なんか、はい、着火剤なんで、これをどんだけ、うん、なるほど、どんと使えるかですね。バーベキューの時もビビって、確かに燃えすぎたらどうしようとかあるわけじゃないですか、はい、それ知らんけども、広告もそんな感じですよ。なるほど、なんかとは言ってもですよ、うん、多分今この映像から向こうにいる方は、うん、とは言っても1日、うん、今まで何もやったことないのに、はいはいはい、いきなり1日例えば1万とか、うんうん、いやこれ精神衛生上の問題があるんですよ。なるほど、そこはどうしたらどうやって考えたらいいですか。 OK です、それは今出てますよね、はい、おい前側前、あ、危ない危ない、はい、言ってること分かるけどってとこですね。そうですそうです、これは、ね、僕も広告かけてた時が最初500円からスタートして、
500円なんかもうかけんでいいやみたいな感じじゃないですか。ほんでもう1日もう1000円にして2000円にしてって、だん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 バグっていったんだ。で最終的に予算は3万5000円ぐらいにして消化されてるのは1万8000円みたいな。なるほどですね。で、まあ、そこのスピード感は絶対徐々に増やしてもいいんですよね。そうなんですけども、その上限ってあるんですね。はい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 、まあ、ホームページで行くと分かりやすいと思うんで、はい、やっぱりその地域で狙っているターゲットのアクセスを集める上限ってやっぱあるんですよ。うん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 、今言われたように3万かけても1万8000円しか消化できないみたいな。早くそのゾーンまで行った方がいいんですね。でそのゾーンまで行った時に、もう毎回言ってますよ、この費用対効果取れとかないといけないんですよ。はあ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 。だからその上限で自分のマーケットの最大のところで最大の費用対効果を取れるために早くテストをしていかないといけないんですね。はい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 。なので基本的に、まあ地域によって差ありますけども、1アクセス大体100円ぐらいだと思うんですよ。100円前後だと思うので、だって100アクセスで1人来る計算だったら、はい、大体1万円かかるんですね、1人集めに。1万円で1人の新規なんですよ。はい、もうこれがもう、まあ、相場というか、はい、平均値がこうなので、なので、これをもう早くやっちゃえばいいんですよ。1日1万円かけて1人集めるようにしてしまえば。月30人ですよね。そう。で、30万。なんか悪いみたいな。はい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 。1ヶ月10万円かけて10人よりも、1ヶ月30万かけて30人は良くない？確かに。で結局、スパンが短いだけで、かけてる額とかで一緒なんですよね。はいはい。だから、なんかね、なんて表現したらいいかな。みんな時間軸を気にしすぎてる。うんうん。気にするんだったら、もう早く同じ結果出そうよみたいな。10人集めるのを、あ、そっか、これやったら10日できるんですよね、はい、1日もかけたら。10日でやるのと30日やるのどっちがいいのよなんですよ。絶対10日の方がいいじゃない。確かに。それやったらだって30万かけて100万売り上げっていうのが、うんうんうん、例えば1ヶ月であるとしたら、うん、それを広告費を半分にしちゃったら、そう、広告費15万で、そう、売り上げ50万が2ヶ月続くってことですよね。そう、30万で100万、はい、で15万で50万。これね、そう、それをいいこと言ってくれた。これね、残りいくらなのよなね、はいはい、残り70万残るんですよ、こっち側、うんうんうん、こっち側は35万ですよね。わ、うんうん、かります？この差。みんなその差額の35万をまた突っ込むんですよ。早く突っ込んで、そう、それは未然にを切ってるんじゃないと。そう、この期待度が払ってくれてると。はははは。だから伸びていく治療院と伸びない治療院がどん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 差ができていく、うん、これが今治療業界だけじゃなくて日本の全体のマーケット動向ということですね。二極化ではなくても一極集中していくわけですよ。うん、これはなぜかというとこういったのが一つあるんですね。でこういったことができているところってちょっと話それていきますけども、何ができるのかというと、はいはい、SNS なんですね。うん、なるほど。 SNS でさらに自分のことを拡散していくから、より知ってもらえるんで、コツコツしていけるんですね。そうです、そうです。コツコツできるし、30万で100万が、30万かけたのがこれ15万でも100万となってくるんですよ。はい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 。だからどん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 差が開いていく一方。なるほど。だから早くこの状況に自分自身が入らないといけないから、勇気を出して一歩踏み出していくっていうのはすごい重要になっていきます。どうですかこれ。いや、いいと思います。本当にどんだけスピード感あるかどうかっていうのは、うん、もう常日頃から前川先生言うてることやから、はい、だから怖くないんですよ、はい、結局1ヶ月10万かけるのも1週間10万かけるのも一緒なんで、うん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 、しかも修正検証が早くできるっていうメリットしかないので、はい、だからビビらずですね、ガンガンやっていただきたいと思いますね。まあ、それなりのホームページもいるし、それなりの、ね、うんうん、チラシもいるし、うん、それなりのリピート戦略も当然いるっていうのが前提とした上での、そうです、広告のマインドセットみたいな感じですよね。はい、はははは。だからそれがないんですよね。じゃあ早くそれやれよって話なんですよ。確かに。広告ね、それ先やれよ、早く作れよって感じなので、はい、そんな感じかな。はい。はい、じゃあそんな感じで今日は、広告費はいくら払えばいいのかっていうテーマでですね、はい、お話ししていきました。また質問とかね、あれば説明欄の方に質問受付コーナーがあるので、ぜひそこから質問ください。はい。では終わりましょう。さよなら。はい。